ルイーズ・マリー・アデラ・イド・ド・ブルボン・パンティエーブルは、オルレアン号、ルイ・フィリップ二世の妻。マドモアゼル・ディブリー、マドモアゼル・ド・パンティエーブル、シャルトル・公爵夫人、オルレアン・公爵夫人、あるいは、オルレアン・公爵未亡人、神郎妃党と呼ばれた。パンティエーブル公ルイ・ジャン・マリーとマリー・テレーズ、デストモデーヌの娘として、現在のパリ一区にある、トゥールーズ・白帝で生まれた。生後翌年に、 母親、マリー・テレーズが亡くなった。当時の貴族女子が、一般的に修道院で教育を受けるように4歳の、時、パリ郊外モンマルトルの丘の中原にある、ベネディクト会女子修道院に入れられた。兄・ランバル公、ルイ・アレクサンドルが、その妻・ランバル公妃ーーマリー・ルイーズとの間に子がないまま1768年に創生したため、パンティ・エーブルクゲ唯一の女子相続人となった。 1769年6月、ルイ・フィリップ2世と結婚、五子を生んだ。夫、ルイ・フィリップは愛人ジャンリ夫人を子供の家庭教師にし、ジャンリ夫人は公爵家の子供に対して大きな影響力を持ったため、ルイーズ・マリーは夫や子供に対する自分の立場が奪われたことを苦悩していた。フランス革命時は1793年。 ノルマンディー・ベルノンのビジー城に遊兵される。オルレアン家の財産が没収されると、夫、ルイ・フィリップ2世、次男、モンパンシエコ・アントワーヌ・フィリップ、三男・ボージョレー・ハク、ルイ・シャルラは共に、マルセイユのサンジャン城で遊兵される。ルイーズ・マリーは兄嫁である、ランバル公妃・マリー・ルイーズの虐殺やルイ16世の処刑に怯えたが、1793年11月6日の、夫、 ルイ・フィリップに聖書家の際は、気丈に振る舞い、監視たちを驚かせている。平等のフィリップと自称した夫のニックネームから、その後、エガリテみ亡人と国民に呼ばれた。1794年に釈放されると、ドイツで亡命者の保護を行った。1796年に、次男、モンパンシー・コート三男傍女霊白が釈放されるが、二人は、 アメリカ合衆国へ亡命した。1797年に、ブルボン家の人間に、国外退去命令が出ると、残された、オルレアン家一族と共に、スペインへ移住した。1814年、ルイーズ・マリーはフランスに帰国したが、長男ルイ・フィリップの国王即位を見ることなく、1821年に、イブリー・シュル・セーヌの城で死亡した。死因は乳がんであった。トゥールーズ館。 現在のパリ1区フランス銀行本店建物に用いられている。現在のパリ18区、サクレクール寺院界隈にあった修道院、モンマルトル女子修道院、サンドニ教会堂も置かれていた。ありがとうございます。